どうも、もなみです。フランスに来て早々、血管の塊みたいなアパートに悩まされているものです。どれくらいやばいのかは以前の動画でも一部紹介したんですけれど、個人的に一番許せないのが床です。もう汚すぎてくつろげない。この床をね、どうにかしてほしいって不動産に連絡して、で、そして先週、大家さんと業者さんがここにやってきました。まあ、大家さんのお母様が来たのは予想外だったんですけどね。で、大家さんはこの割れているレンガだけを直そうとしたんですけれど、業者さんはそれは厳しいと、全面パーケットもフローリングにした方がいいということで、アパート全体そうしようってことになって、皆さん帰っていきました。で、壁もね、汚いなって言ってたら、全部塗り替えるって言ってくれました。ちなみにお母様はずっと黙ってたんですけれど、ただその後電話で大家さんはパーケットフローリングじゃなくてリノリウムっていうのにするって言いました。まあ、そっちの方が安価なんですね。まあでもそれでもいいから、とにかくメールでやることを教えてほしいって私は言いました。口約束はこんな怖いのでね。で、そしたら今度はメールでリノリウムでもなく、カーペットのところは剥がして上からペイントで、レンガのところは上からニスを塗る、そして全面塗ると言っていた壁もベッドルームのみやるっていうふうに言い出しました。で、さっきから何が起きてるのかというと、実は私もね、作業を手伝うことにしました。どうせこっちに知り合いもいないし、やることなくて暇なので。カーペットだけ昨日の夜もう剥がしてもらいました。大家さんはね、カーペットをこれは特殊な糊でつけられてるから人の手では剥がすことができないとか言って、業者さんに機械をお願いしたんですね。業者さんは機械と一緒に来たんですけれど、普通に手で剥がしてました。今このベッドルーム空っぽなんですけれど、家具を隣の部屋に移すのも手伝ってくれないっていうから、わざわざお金払って業者の人に隣の部屋に家具運んでもらいました。そうそう、言うの忘れてたんですけれど、今回のこの改造、大家さん自身でやるみたいなんですよ。経験はあると、トレーニングも積んでいると言ってたんですけれど、今座ってるこの白いシャツを着ている方がですね、この間もうちに来て、あのパーケットのフローリングを進めていた業者の方ですね。大家さんたちはこの方をコーチと仰いでおります。青いシャツを着てるのが大家さんです。なんか素人にしか見えないのは気のせいですかね。なんかお好み焼き作ってるみたい。Un petit peu, ouais, pour rassurer pour... Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre le moins de charge possible sur ce terminal. Bonjour.今多分この部屋をどうするかって話してますね。私はお願いだから、この汚いレンガを見たくないから、ニス塗りとか本当意味ないんですよ。見たくないの、この汚いレンガを。さっきと同じように土台を入れる前にこの白いものを塗るそうです。何かよくわかんないけど、多分糊みたいなもんだと思います。コーチとママさんが買い物に行ってる間にね、私と大家さんでここの家具を運んだんですけれど、もうびっくりするほど力ないですね、彼。普通に抱えて持った方が早い家具でも台車使おうとするから、もう私が一人で運んだりとかしました。
Ça, c'est un grattoir, tu grattes, mais ça, c'est pour lisser. Donc, la structure.ヤスリの使い方を丁寧にレクチャーしてくれてます。私は全くフランス語わからないので状況判断ですけれど、ただ一つ分かったのはやっぱ素人ですね、大家さんたち。うちの中の家具は部屋の外に出してあるので、同じ階の住民の人にね、こう手紙を大家ママが書きました。今日はこんなところで一旦終了だそうです。疲れた。今日お尻ついて座れなかったからめっちゃ疲れた。もう足が痛いよ。大家さん絶対素人だし、フローリングにしてもらえないし、で、まあ、不満はいろいろあるんですけれど、とりあえず床は清潔になるわけだし、まあ、お金を節約するためとはいえ時間と労力使ってくれてるわけなので、あんまり贅沢は言わないでおこうかなと思います。